狭いよね。10メートルぐらい狭いよね。その狭い川崎球場に帰ってきたロッテ、川崎劇場と呼ばれたのも狭いからこそだったんですが、1点をリードされたロッテは3回、まずセカンドの上川がダブルプレーを当ててポロリとやると、山下のこの当たりを名手西村が見失ってタイムリーヒットにするなど、昔のロッテに戻ったようなお粗末なプレーで3対0とリードを許します。しかし川崎劇場ではこれもほんのプロローグ。ロッテはその裏、近鉄先発野茂からマックスのこのタイムリースリーベースで同点に追いつきます。さらに5番愛光にもタイムリーが出るなど、打者10人の猛攻で野茂をノックアウト、6対3と逆転に成功します。ところが近鉄も5回、6番金村がバックスクリーン左へ第5号ツーラン。ロッテにとってはマリンスタジアムだったらと悔やまれる一発ですが、この後1点を追加されて6対6の同点となります。そして今日のクライマックスはこの人ブライアント、7回ノーアウト満塁のチャンスにロッテ5人目の走からレフトスタンドへ運ぶ第18号満塁ホームラン。なんと試合は現在14対8と近鉄がリードして9回まで進んでいます。